バロン・ベリシャは、スウェーデン・マルメ出身のプロサッカー選手。元ノルウェー代表、現コソボ代表、スタッドランス所属。ポジションは、ミッドフィールダー。コソボ人の両親のもと、スウェーデン・マルメで生まれ、ノルウェー・エーゲルスンで育った。エーゲルスンのクラブでプレーを始め、2008年6月に15歳にして3部リーグの試合に出場した。14歳から15歳にかけて、チェルシー FC のトライアルを3度受験した。他にも、マンチェスターシティ FC とアストンビラ FC のトライアルも受け、契約をオファーされたが、本人はノルウェーに残ることを選んだ。2012年7月、ノルウェー代表チームメイトのホーバル・ニールセンと共に、レッドブル・ザルツブルクに加入。2018年7月3日、SS ラツィオと5年契約を締結したことが発表された。2020年1月30日、フォルトゥナ・デュッセルドルフに、買取オプション付きのレンタルで移籍した。2020年7月9日、スタッドランスと4年契約を結んだことが発表された。育成年代では、ノルウェー代表を選択した。2011年11月、タイ開催の国際親善試合に参加するメンバーに選ばれ、初戦のデンマーク戦で初キャップを記録。残りの対戦、韓国戦にも出場した。2016年、コソボが FIFA に加入したことを受けコソボ代表への変更を決断した。2016年9月の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループIフィンランド戦で初キャップ&初ゴール。ありがとうございます。